おはようございます。今日は令和3年6月の12日土曜日でございます。はい、皆さんいつも動画を見ていただいてありがとうございます。またたくさんの心温まるコメントをいただきまして、私も本当にもう救われております。ありがとうございます。で、一応コメントはもう全部見て返信をさせていただいてるんですけど、中には返信漏れもあるかと思います。まあその辺はご了承をお願いいたします。申し訳ありません。前回の動画でこういう張り紙を今貼って、おばあちゃんの常時いるところに貼って活用しておりますが、効果は出ております。もう説明するのがめんどくさいので、これ見てっていうのがもう楽ですね。しかしまあばあちゃんはもうすぐ30秒もしたらもう忘れます。もうそれはもうしょうがないと思っております。で、昨日はもう一日ばあちゃんにお付き合いしました。まあいい勉強になりました。まあこれはもう私がですね、もう自営業をやってるからできることだと思います。もうお勤めされてる方だと、もう在宅で介護するのはもう無理じゃないかなと思っております。もうやっぱ大変ですね。ちょっとやっぱ無理かなと思っております。来週はですね、私がなぜ YouTube にこの介護日誌のブログを投稿したのか、まあ、私のですね簡単な自己紹介を含めてですね、お話できたらいいなと思っておりますので、ご興味のあられる方はまた見ていただけると嬉しいです。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。昨日のおばあちゃんと焼きそばを食べに行った動画に今からなります。はい、終わります。じいさんもあんたも亡くなって、そこ横見て、横見てみな。じいさんは昨年3月に亡くなったっしょよね。うん、亡くなったやん。なおらん、おらんよ。で、今度は誰が死んだ。今度は誰も死なんばない。よかったね。うん、じいさんの方に亡くなっちゃうてね。じいさんは亡くなったよ。今どうすりゃいいか、俺とて。何もしなくてよいですって書いてるやん。ここに何もしなくてよいですって書いてるやん。うん、じいさんない、もうおらんやろ。じいさんはもうおらんばい。おっぱい。うん。その横を見て。じいさんは昨年3月に亡くなったっしゃ。うん。ほな、おらん。さっきも言うたやん。あ？さっきも説明したやろ。それがわからんでね。ほんのあんたも20秒前に説明したやろ。まあ。わからんね。わかりました。わからんよね。よかったよ、ね。はい。ありがとう。ご迷惑かけました。はい、どうも。はい、今からご飯を食べに行きます。じいさんもあんたかも。じいさんはもう死んだよ。そっか。もうあんた1年前に死にました。まあ。まあ。わかった？はい。はい。わかりました。じゃあ今から焼きそばを食べに行きます。出発。はい。じいさんもおらんと。じいさんおらんばい。さっき言うたやろ。そうか。さっき説明したやろ。すぐ忘れる。忘れるね。つまらん。車の中にもあの貼り紙を置いとかんといかんね。はい、着きました。はい、入ってください。入ってください。じゃあ、はい、どうぞ。美味しそうですね。ちょっと待っててよ。もうちょっと前に行きない？置いて食べない、置いて食べない。ごちそうになりました。はい。久しぶりに。久しぶりに。
焼きそば美味しかったですか？美味しかったわ。美味しかった、うん、あ、それは良かった、うん、じいさんだね、一番食べんちょったなからもう知れれんちよったっけ。うちのよしいさん、じいさんも墓様やん。あ、じいさんは墓様。あ、そうやろね、もうされんと思って墓様。はいはい、よく見て、あ、もうあんたこの世におらんとば。あ、そうやろ、うん、そうかい、この世におらんとば。あ、そんなつまらんね。よく見て、よくおらんもんだ、あれは。よく見て、これかい、これかい、うん、あ、終わりました。ほな、じいさん、さくらさんがさくらもうな、おらんてね。うん、死んだ近いちょりやん。ほな、死んだもん、植えんじよかったっちゅ、植えたんか。牛にタワーありません。あったし、いよいよやっぱ頭がおかしくなったな。ね、もう大体がおかしい、時々やっぱおかしくなりますね。もうね、死んだもん作らんでいいってないちゅりやん。そうか、やっぱちょっと頭おかしくなってます。もうだいぶおかしい。しょうがないです。もう主はねえって年が痛いき。脳細胞がおかしくなってますね。はい、もうおかしい。年が年なきね。しょうがねえって。やっぱこれは達人です。やっぱ達人ばい。80歳いうね。達人。あ？達人。80に。達人。達人、達人、達人、物忘れの達人です。うん、まあ、達人ね。うん。もうしょうがねえって。やっぱかなり重症です。これは。もうできへんって。はい。はい。さよなら、さよなら。さよなら。さよならしない。もうご迷惑かけました。はい、さよなら、さよなら。和歌山に任せます。はい、さよなら。はい、バイバイ。も何もしきりません。はい、焼きそば美味しかったね。なすび、やす、焼きそば美味しかったね。覚えん、焼きそば食べたやろ。そうかい、覚えんさっき食べたやん。そうかい、覚えんかい。うん、そうかい、つまらん。さすが達人ばい。さすが物忘れの達人です。もうしようがねえて。さっき食べたんよ。そうかよ、おいしい、おいしいちゅうたやん。そうか、あ、しようがねえ、忘れるとは怪しいね。ねえ、もうこう、もうつまらんばい。つまらんね。もうはい、ならもうしょうがないって。まあ、よしがなりました。はい、もう何もしきませんから。はい、はい、どうも。はい、ありがとうございました。もう葬式終わったけど、参らんじいちゃうか。なんや葬式。なんかい、じいさんが死んだんだ。うなぎな、おなぎ、もう参らん、ま、葬式に終わったけど参らんでいいかなしゅ。な、何を参ると。もうほんないいね。あんた何の話をしようとね。葬式のお礼に参らなかと思った。もうあんた、あんたいつの話をしようとかい。覚えんて。もうあんたも昔の話しなんな。そうかい、なしん、今んこっちゃねえやねえか。こんなよくせんでいいかな。せんでいいじゃん。いつの話をしよるとかい。で、じいさんがな、じいさんかで誰かじゃ亡くなった時、前よった時ね。それも昔の話やねえか。こんならいいかねえ、なんもせんで。なんもせんでいいじゃん。あんた昔の話してどげんするかい。それわからんとて。今じゃない場合も、もうとっくに終わった話ばい。あ、そうか、そんないいね。もう、仕事邪魔すんな。はい、もう葬式は終わったっちゃろ。いつの話ですか。もうこんな、何もせんでいいかな。もうとっくの昔に終わりました。お茶飲みをせんでいいか。何のお茶飲みか。葬式の、葬式のお茶飲みちゃんた。葬式のお茶飲み？ね、なんか知らんけど、こういうの書いてる。うん。あんたがわからんから書いてる。そうか。ほなら、あ、葬式の時だけお膳をすればいいですかの。葬式の時にお膳をする？
おでんを確かしようと思って、なんか覚え。もう終わったんよ、それは。そうか、これはもういいね。見てん、それ。3月でなくなる。昨年って書いてるやろ。昨年って書いてるやないか。昨年って書いてるやん。うん。昨年の話やねんか。昨年近いじゃん。去年の話やろもん。そうじゃね。そうじゃろねって去年の話やろもん。もう今の話じゃないやろ。うん、ほんなら何もせんでいいから。うん、何もしなくていいって書いてるやん。うん。過去の話やん、過去の。でも分からん話やもんね。焼きそば食べに行ったのは覚えてると？あ？焼きそば食べに行ったの覚えてると？何をした？焼きそばを食べに行ったのは覚えてますか？覚えんね。覚えんかい。うん。わあ、今日のおばあちゃんは超ウルトラ級の達人やね。超ウルトラ級ばい。今日のおばあちゃんは超ウルトラ級の達人になりました。もうどうもしんでいいっちゃろ。何もしなくていいでしょ。うん。書いてるでしょ、そこに。うん。ね。掃除機終わりましたね。何もしなくていいですよって書いてるやん、これ。お寺前も終わりました。終わりましたって。昨年3月に亡くなった、うん、その時はリンパ腫がしてくれたっちゃろ。その時はもう、その時はしたよ。したっちゃろ。もう終わったやん。これはもうせんでいい、ね、せんでいいやん、もう、うん、もう今度3回寄せないかんやん。初盆も終わったし、1回忌も終わったし、今度3回行けば。そうか。うん。まあ、あなたに任せますわ。で、わからない。で、その次七年押せないかんとか。なんだろう、頼ます。はい、お任せください。わからんとね。もうね、私ももう疲れます。もう疲れるわ。何回も何回も聞かれるからもう。今日のおばあちゃんは超ウルトラ級で疲れます。はい、おばあちゃん。はい、はい、さよなら。はい、何ですか。もう何かなんかせなかな。もう仕事寝ませんで十度やん。7日ちゃんとも何の7日かい。死んだところ何かやな、これは。もうあんたいつの話しよるかい。お手もわからんきね。もう昔の話やないかい。そうかい。こんなのもうせんでいいかの。せんでいいじゃん、あんたもう昔の終わったことをなんで今頃言うとかい。ね、それせやかと思ったて。なんだ、昔のことやないかい。こんないいね、なもせんで。いいもせんでいいって昔のことやろ。覚えんて、お手わからんごなっちゅう。もう昔の終わったことやないかい。そうかい。もうあんた今日は、絶好調やね。あ、今日絶好調やね。ね、今日何時や。今日は絶好調やね。月光とうち何のことか。絶好調。分からん。今日は認知症の絶好調やんかい。今日はね、どうすればいいか。何もせんでいい場合も、うん、もうあんたもうとっくの昔に終わったことやないかい。俺はもうないも、あ、何の帰りはもうしたっかい。もうそりゃもう1年以上前に終わったこと。こんなもんせんでいいね。せんでいいち何回言えばわかるんかな。もう絶好調。俺はもう仕事されんばい。あんたもいつも振り回されてから。なるほど、まあ、せんのコーナーも。もうもうもう買いかけるきね。あ、会議をかけときね、もう来られんごと。もう気なんなよ、もう俺仕事されんばい。もうしたっちゃろ。リボンにもなんかしたっちゃろ。それはもういつの話かい。ね、その亡くなった時かなんか知らん。そらするやろ。もうあんたも亡くなった時にもう全部してしまったやろ、それ。ほんならいいね。いい、いいち言いよるやん、もう。そうか、ほんならいい、いいでしょ。ほんでまたすぐ来るやないか。もう困るね、絶好調やね。今日は絶好調かい、ばあちゃん。ほんならもう前したいやろね。ほんなら言うころでも忘れしまった。それは分からん。まだ3時半やねえかい。あ、そうかい。なんであの時は早く帰らないかんかい。いらんことに。もうなんで俺を苦しめると、そげん。苦しめよ。苦しめんでくれない、もう。うん、もう何もしない。もう俺をそげん苦しめんでくれ。
もう苦しいわ、俺らもあんたがもうそれしょっちゅう言うもう勘弁してくれない、もうどうすりゃいいかって、何もせんで一書いてるやん、もう俺を苦しめんで、苦しめん、もう何もしないでください。はい、今この通りでそうよ、いいつかいいとよ、はい、それをもう何回も何回も、もう俺の仕事場にもう邪魔んじょしに来る気も、俺はもう仕事されんば、そうか、ほんならだわ、あんくる、種にいかんね、いかんちゅうてからまた来る気も、もうほんと今日はほんとウルトラ級に達人やね、せんでいい、もう俺は仕事されません、ばあちゃんのおかげで仕事されません、今日一日仕事知らんば、もう俺生活されんば、なあ、それどうすりゃいいやろうか、あ、無線でいい、もうここに移しすりゃいいやろ、うん、今日はもう本当にウルトラ級の達人でした、知らねえな、これ終わりかね、うん、僕らはでしょ、はい、あ、せーの、はい、脱いで、ズボン脱いで、スーチュラウン、臭い、ここそれついちゃう、これにうんこがついちゃうかな、はい、できました、はい、寝ていいですよ、ありがとう、はい、ほらーい、よいしょ、寝てくださいよ、はい、安心して寝てください、はい、今日はもうばあちゃん絶好調、最高、最高です、ありがとう、はい、はい、今ならおやすみね、ありがとう、はい、消しますよ、はい、お忘れください、はい、おやすみ。